まあ、本は以前もお世話になりますけど、銃っていうものを少し、詳しくご説明しようかなと思っています。あとは、ソースの作り方、その理論と、ロジックですね。そういう部分で、今、多分皆さん、レストランホテルとかで、ソースを作って、まあ、バーマリだったり、あったかいところに置いて、そのままかけるっていうスタイルが、主だと思うんですけど、昔はちゃんと、一昔前は、要は、ソース作りの工程というのが、まあ、粗密だったり、まあ少し準備をしておいてやる仕事が多かったので、そういうちょっと昔の本来フランス料理であるべきソース作りのロジックだったり、そういうことをお話しさせていただこうかなと思っています。なので、まあ、もちろんお料理最後2皿作るんですけど、そのこの料理の内容がこの作り方がどうのこうのというよりも、今日聞いてほしいのはそういう、ソース作りの根底だったり、銃のことだったり、そういうことを中心に話をしていきますので、どうしてアニオンにレモンを今日合わせるんですかとか、まあ、もちろん今日の、アニオンに合わせている部分もあるんですけど、そういうことよりももっと、その底にある、フランス料理の本店のベースの部分ですね、ちょっといろいろと僕の経験、の中で、知り得たことを皆さんで少し、紹介していきたいと思っています。まずはですね、銃を作っていきますね。でちょっと時間短縮のために、実はコンディションで、骨を焼いてるんですけど、今日は、アニオなので銃ダミを取っていきます。で骨をこういう、本当できるだけ細かければ一番いいんですけど、なかなか、お店でやってると細かくならないので、理想言ったら本当に全部が同じ大きさで、なるべく本当に2、3センチ角、大きさを揃えるってことも本当結構大切ですけど、できる限りでいいです。結構業者さんって、お肉を骨を切って用意していただいて、指飛ばしちゃった人の話とか結構聞くので、結構危ない仕事ではあるんですけど、まあ、皆さんお店で、アニオだったり、帽子だったり、まあ、牛もそうですけど筋だったり骨が出たら捨てずにですね、叩いて、冷凍して、銃に使っていく、まあ、基本料理の基本ですね、ものを捨てないっていうことを前提に、ソースを作っていくっていうのも大切なので、面倒くさいから、キャリダミを1個掃除したら骨が1つ出ますけど、面倒くさいと思って捨てて、それが1週間毎日1個やったら7本分出るわけですから、それを捨てずに使っていくっていうのも大切なので、絶対捨てないでください。でですね、僕はジョルオプションに12年いたんですけど、1994年の台湾オプションのオープンの時、僕は、お肉のセクションにいました。今は独立しましたけど、ナベノイズムの渡辺裕一郎シェフと一緒に同じセクションでやったんですけど、その時、昼夜、1年半満席だったんですけど、もうシャックサイズですね。もうお昼はお昼で10、夜は夜で10、4種類から5種類毎日です。毎日冷凍することも一切ないです。もう朝はもう8時から10、外あるにかけてですね、骨をそれぞれの骨を焼いていくんですけど、まあ、基本的には、重度ブフ、アニオ、ボライユ、まあ、キャナーだったりピジョンだったり4種類、もしくはあとここに、重度ボーがあって5種類、取ってました。で基本は、今日は事前にコンベクションやりましたけど、僕たちはコンベクション一切使わせてもらえないんです。で後で やればやったんですけど、コンベクションでやる方が楽ですし、均一に焼き色がつきます。でもその当時は本当にもう外割れでやってました。外割るをまず熱してですね、骨、余分な、血を取ってですね、でこれ熱した外割るを入れていくわけですけど、